は、シードモーターサイクルです。車両紹介をしてまいります。1980年に発売され、当時予約殺到の人気車両となった究極のツースト、RZ250 のご紹介です。軽量でハイパワー、250cc クラスの最速と言われた車両です。では早速見てまいりましょう。まずはフロントフェンダーですね。傷なくとても綺麗です。フロントフォークもにじみはないようですね。それからタンクに傷、へこみ等はございません。エンジンも相当綺麗ですね。ピカピカです。シートも切れ、すれ、へたりないですね。とても柔らかいシートです。カウルにも傷はございません。そしてマフラーに傷、へこみ等ないですね。とても綺麗な状態です。こちら側もカウルの傷、割れありません。マフラーも綺麗です。それでは早速エンジンをかけていきます。短期運転後の始動です。アイドリングも良好、引き上がりも問題ないですね。念のためミッションオイル、エアエレメント、スパークプラグ、どれもヤマハ純正のもので交換を行いました。あとはですね、クーラント交換も行いました。フロントリアともに新品のダンロップ製 TT100、 タイヤ交換も済んでいます。ご不明な点はお電話での問い合わせ、ビデオ通話も行っております。もちろん電車確認も大歓迎です。
常時およそ500台の車両を保有しておりますので、お気に入りの1台を探してみても楽しいですよ。ぜひ皆様のご来店をお待ちしております。はい、いかがだったでしょうか。今日は型式 4L3RZ250 のご紹介でした。使用に伴う傷、ごくごくわずかなサビ等がございますが、40年前の車両とは到底思えないほどのいいコンディション、美しいコンディションだと思います。ぜひ実際に見ていただいて、触っていただいて、またがっていただいて、おすすめの1台です。ぜひ見に来てください。そしてこちら、ネオバリアブルプラムアルファ、ジャックスの定期ミローンですね。こちらも適用となります。対象車両は50万円以上の車両で、お支払い回数が24回払いから最長120回払いまでということでした。お客様のライフプランに合わせて、お支払いの、形態を選べるというプランですね。ぜひこちらのプランを活用して、お好きなバイク、今まで欲しかったバイクをゲットするチャンスかもしれません。ぜひご検討してみてください。よろしくお願いします。今日はここまで。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。